はい、皆さんこんにちは、九州男児秀です。今回の DIY はですね、倉庫の壁、今こちらに見えているこの一面の壁に杉の板材を貼っていこうと思います。で、今見えているこの DIY の道具とか小物品ですね、これなんかを一旦片付けて、今この作った棚なんかも撤去して、でですね、杉の板用の下地をしてから杉の板を横にこう貼っていこうかなと思っております。で、今現状がこんな感じですね。まあビスとか塗料とかですね、まあいろいろ置いてあるんですけど、これも全部バラしてですね、解体して下地の方をしていこうと思います。はい、これが昨日購入してきた杉の板材です。まあ、15ミリ厚ですね、15ミリ厚の105幅の2メートルというものを、6足買ってきました。30枚ぐらいですね。で、一応足りる計算なんですけど、まあ、今回は一応無塗装で行こうと思います。この角の方をですね、カンナで面取りをして、ちょっと板壁っぽくかっこよくできたらなと思っております。はい、とりあえずですね、今こっちの棚の方の荷物を片付けて棚を解体しようと思っております。それでは作業スタート。
2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. We're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love.